あ、いるいるいる、ノコギリノコギリ、でかいでかい、しかも結構いいサイズ、ノコ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 。こんにちは、鈴木くんです。今日はですね、河川敷の方にやってまいりました。今日は河川敷の方でですね、やりたいことがありまして、それはですね、クワガタの採集です。もうね、外も暖かくなってきて最高の天気なんで、今日はこちらでクワガタ採集やっていこうと思います。それではやっていこう。でね、結構ね、今日風が強いみたいで、夏になると結構台風が多い季節になるじゃないですか。なんで風が強いんですけど、まあ気をつけてね、やっていこうと思います。でね、今日ね、探していく木はこれ、ゆずり葉っていうね、木なんだけど、結構縁起物とかでよく使われるようなクワズの木ですね。よくあの、お正月箱とかに入ってるかな。うん、さあ探していけ。でしょ、蜂の巣とかがね、もしかしたらあるかもしんないから、この時期はね、オオスミバチとか、まあ、なんだっけ、コワタスミバチだったり、その辺のね、まあ、蜂さんたちがね、必死に巣作りをする時期になりますので、まあ、その辺にも気をつけていきながら、やっていこう。で、一応ヘッドライトを持ってきてるから、まあ、ある程度はね、照らせるけど、木の根元とかもね、しっかり見ていこう。根元にね、平田クワガタが隠れてることあるから、これ枯葉のね、枯葉積もった人とかね、クワガタよく隠れる。あ、いってなんか、取り漁った、いって。いて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 。皆さん、こういうことをするときは、ね、手袋をしましょう。こういうふうにね、トゲが当たることあります。手袋持ってこよう。手袋持ってくるの忘れたんで、バイク用の手袋でやります。あんまりね、バイク用の手袋は汚したくないんだけど、まあ、しゃあないでしょう。背に腹は変えられないということで。ほら、樹液出てる、樹液出てる。樹液出てる、こういうところのね、溝。これ邪魔だな、なんだこれ。これ溝にね、クワガタ潜むんですよ。ちょっと避けていくと、あ、いませんね、いません。この中もいなそう、オッケーオッケー。これ木の根元をね、ほら、根元もね、こういうふうに濡れてて、クワガタはね、結構湿度の高いところ大好きなので、こういうところに隠れたりするんだけど、なんか今いたな、この中。見えなかったけど。こういうね、うろ、木のうろ。あ、カミキリムシ入ってるね、カミキリムシ、ここ。ほら、出てきた。何カミキリかな？あ、おっと、落としちゃったー。落としてもうたー。せっかく書き出したカミキリムシを落としてもうたー。まあ、そういうこともありますと。はい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 、2本目2本目。おお、すげえすげえ、奥まで貫通しない、ここ。結構広い色だけど、中にはうえ、大ゲジがいる、やーば。見える、みんな、ほら、これ大ゲジ、大ゲジ、でかでかすぎて、草もうサイズ感がエグすぎるんや。この辺来るとな、大ゲジ。いや、俺は大ゲジが見たいんじゃなくて、この辺の下の枯葉の下をどけると、あ、大ゲジいた。クワガタがね、いたりすることももちろんありますから。なんかこいつ毛が生えてるよ、このカタツムリ。石垣島にもいたな、こんなの。あ、ダンゴムシだらけかな。3本目、なんかすげえ超飛んでる。足元、あ、待って、これ樹液めっちゃ出てるじゃん、ほら。これすごいよ、樹液が。こんなに樹液が出てるということは、クワガタがいてもおかしくないんじゃない？いないの？いないか。ハエがいるということは、樹液が出ているという可能性がある。なんかサナギがある、サナギ。やばすぎ。なんかブンブン言ってる、怖っ。もうブンブン言うな、ヒカキンさんだけにして。ヤモリがいますね、ヤモリが。出ていった。あ、もう一匹いる。ほら、ヤモリ、ヤモリ。さよなら。ここはね、前ね、クソデカヒラタが入ったよね。7センチ超え。7センチ超えのヒラタが大顎だけ出して入ってたんよ、ここに一回。俺的に結構ここは期待値高いんだけど、
まあ今何も入ってなさそうやね。ほらこんな風にさ草が溜まってるところはなんか潜んでますから絶対に。でもキノコみたいなの怖いんだけど。あ、いるいるいる、ノコギリノコギリ、でかいでかい、しかも結構いいサイズ、ノコ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 、ほらいただろ、なんか動いてる気がしたんだよ、ノコギリノコギリ、やったー、かなり嬉しい、やった、こいつ持って帰ろう。ほら結構いいサイズノコギリでしょ。あ、やばいやばいやばい、やったー、やりましたよ皆さん、ノコギリクワガタです、やったー。ほらね、言っただろ、こういうところにはねクワガタが潜んでるんですよ絶対に。やったね。まああんまりあれすぎてもあれか、枯葉元に戻しとこう、これがクワガタがいた場所だからね。やったー、ノコだノコ、あ、クワガタ入ってる入ってる、ここ見えるかな、書き出そう書き出そう、しゃ取れた、取れました、コクワガタのオスだね。待て待て、ちょちょちょ、待て待て待て、コクワのオス割といいサイズあるんじゃない、ほらまあでもあっても4センチかな、この子は逃がしてあげよう、逃がしてあげましょう、ありがとう。僕のね住んでるところ、住んでる地域はノコギリより平手の方が多いんですよ、平手とかコクワみたいなクワガタの方が多くて、だからねノコを見れるっていうのは結構レアなんですよ僕のとこだと。あー、なんかいると思ったらトビズがいるわ、トビズ、うん、ほら出てきた、ほらトビズ、トビズでっけー、全然カメラ映してなかったわ焦りすぎて、トビズですよトビズ、待て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 、行っちゃったわ。あ、でもね、ああいう風にムカデがこういうとこに、ウロに入ってるとクワガタもね、入りにくいみたいで、入りにくく なるんですよね、クワガタが。あ、目、なんか、なんかメスいる、あ、なんかメスいた、今っこくっそ、あ、なんか、え、平手いるじゃん、平田平田ほら、あ、待って、メスもいる、メス、これペアだな多分、ちっちゃいこのメス、やったー、ヒラトのペア、あんま大きいヒラトじゃないけどね、オスとメス、これペアだね、多分これヒラトでしょ、このサイズ感、サイズ感めっちゃちっちゃいけど多分ヒラタ、ちっちゃいねー君、あ、前足かけてる、この子結構赤みが個体強いね、やったー、平田だー、まあ、この子たちはちっちゃいしペアだったんで逃がしてあげましょう。この、あ、この隙間にほら、はまだいるし、クワガタ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、こういう風にクワガタがいっぱいいる時用の入れ物ですね、こうやって入れておくんですよ。ほら、いる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 、あ、これ死んでね、あ、死んでるわ、これ死んでる、なんだ死んでるわ、でも結構いいサイズのクワガタだね、多分去年の個体だろうね、死んじゃったんだろうね、それか越冬個体かな、越冬してて結構浅瀬に いすぎてから冬越えられなかったし可能性もある、まあ、それはしゃあないわ、まあ、平田がいたらね他のクワガタいないと思うんですけど、まあ、他にも平田がいましたね、もう一匹平田が、平田ってねクワガタの中で結構強い方なので、一匹ね、あれ平田がいると結構ね、お待てお前、まあ、掴めねえんだよ俺手袋つけてるから、一匹平田がいるとね、あんま入らないんですけど、いましたね、平田。やったー、もうこれよく言われる話なんですけど、クワガタって、まあ、昼間の間は木の根元とかにいるって言うじゃないですか。でもね、クワガタってね、割とね、やっぱね、樹液が出てる場所に昼間いるので、そう、だから露出してる場所じゃなくて、木のうろん中とかで樹液が出てる場所って結構あるので、だから、木の、ね、根元にいるのも、ああいう風に樹液が出てる場所だけなんですよね。あ、これいるじゃん、え、これでかくない、でかいでかいでかい、でけえでけえでけえ、めっちゃいいサイズじゃないこれ、ほら、はっ、やばいやばいやばい、
結構いいサイズあるぞこれ。やったー、まあ、めっちゃでかくはないけど5センチ、6センチぐらいはあるんじゃない。やったー。ヒラトだー、かっけー。やっぱヒラトはかっけーんだ。あ、この子結構光に当たると赤みが出るね。やったー、曲は取りに行けよかったー。待って、痛い、挟まれた。しゃー、ヒラトやりましたよ、やったー。あ、いる、ここクワガタ。ちょっと待って、これカメラ置かせて。ちょっとここにいるんだけど、わかるかな、この隙間。ほら、わかる、いるの。取るわ、これ。うわー、ここのウロ、やば、バリ広。無理、それは。このウロね、めっちゃ広い。なんか左右にめっちゃ広がってて、めちゃくちゃ広くて、このウロ、さすがに棒突っ込んだ瞬間にクワガタが左にずれられて無理だった。あ、なんかクワガタいるくね、ここ。なんかいるぞ、ここ。なあ、平田でしょ、何してんのお前。逃げた。ここにいるわ。は、なんかノコいるくね、なんか。おいおい、なんかいっぱいいるぞ、この中。ちょっと待って、まずこの平田出すでしょ。待って、カメラがピンボケしてる。この中いるぞ、ノコが。しかもでけえぞこいつ、なかなか。救出してやるか。何してんのお前。出られなくなったん、そこに入って。お前、壁にくっついて。はいはい、ゲッチュー、ノコギリクワガタのオス。この木めっちゃクワガタいるじゃん、やば。でね、ここにね、クワガタの死骸あるんだよね。ここ、ここはの死骸だろうけど、ほら。待って、ノコめっちゃ逃げようする。待って、あー、痛い、挟まないで。はい、ということで、生がこんな感じです。すごくない。ねえ、ノコが2匹と、ヒラタが、オスが 1,2,3,4,5 匹と、メスが1匹、まあ、あと逃げられた、多分あれヒラタだったやつが1匹いて、あと、コクワかな、逃がしてあげたコクワが1匹かな。やばすぎるだろう、やばー。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、久しぶりにこんなクワガタたくさん取れたわ。いや、俺の地域はね、さっきも言ったようにね、平田の方が多いから、こうやってノコ、なんかね、割とノコの方が多い地域は多いんだけど、こんな感じ平田が多いんで、平田が多めです。風強えよ今日、なんか風強えよ。やったー。はい、ということで本日はね、こんな感じで終わっていこうと思います。僕はこんな感じで昆虫採集をね、メインで活動しております。よかったらね、毎日動画やってるので、チャンネル登録もね、ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。